はいどうも目覚まし8で長嶋アナが号泣したってことで話題になってますねでこのことに対してこんな風にねプロ失格とかあとね嫌いになったとかね批判してるやつがいますねいやほんと許せないなって思いますね <laughs> でまあこれがね長嶋アナが泣いた手紙なんですけど あの知床半島でね亡くなった方がね彼女にプロポーズのために書いた手紙なんですけどいや本当にね泣けましたねいや悲しいですね、うんでまあこの手紙をね出すこと自体はこう賛否両論あるんですけどいやだからってねこれを読んで泣いてしまった長島アナをね責めるのは違うと思うんですよ。うん でやっぱりね、どんな人がね、乗ってたかとか、そういうのが分かるとね、やっぱそれだけこのニュースに関心持つ人がね、増えて、いや今後ね、同じことが起きないようになると思うんでね、うん、俺はね、この手紙を公開する意義はあると思いますね。うん、いやだからね、本当ね、こうやってね、長嶋アナを批判してるやつはね、許せないなって思います。 で、こと。